やら侵入者が来たようだな。誰だ？女神が二人だ。あの二人か。どうしてここは？どうする？ここまで来られても厄介だな。ではここは私に任せてもらおうか。お前がか？いや、ネプテューヌを使う。不安だな。あいつが勝てるとは思えん。それが有効なのだよ。特にあのネプギアに対しては。聞こう。どういうこと？あの二人はかつて私を倒すために共闘したことがあるのだ。そして実の姉ではなく別次元のネプテューヌにもかかわらず本物の姉のように慕っている。つまりネプギアにネプテューヌを倒すことはできない。どうも、ネプテューヌはどうなの？その心配はいらない。やつは完全に我らが秘密結社の一員。逆らいはしないさ。なら足止めには十分ということか。お前らしい汚い手だ。ふん、褒め言葉と受け取っておこう。相変わらず豚ばかりの場所だ。準備はどうだ？いい感じに進んでるよ。さあ、ランブタたちはこっちに来るぬらよ。ねえねえ、ここどこ？出荷されちゃうの？出荷じゃないから心配いらないわよ。ところでネプテューヌはどこだ？ネプテューヌちゃんなら向こうでランブタちゃんたちと遊んでるわよ。そうか。バンバンたち出荷されちゃうの？大丈夫、いい子にしてれば出荷されないよ。本当？本当だよ。だからちょっと一緒にこっち来ようね。おいネプテューヌ、仕事だ。マジッチ、見て見て、ランブタに芸を覚えさせたんだ。ねえねえ、なになに？出荷よ。そんな、まさにランランとのあうんの呼吸。どうや？誰が豚に芸を仕込めと言った？貴様にはこの豚どもを檻に入れろと言ったはずだろうが。けどランブタたちが檻の中は狭いから嫌だって言ってるしな。檻の中、はあ、マジ、はあ。いいからさっさと檻の中に入れろ。そして豚どもも檻の中に入れ。やだよ。せめえ、豚の分際で私をおちょくるとはいい度胸だ。焼き豚にしてやるぞ。それ怖い。ちょっとマジェッチ、ランブタが怖がってるからやめなよ。てか私に用があったんじゃないの？そうだったな。貴様には別の仕事ができた。侵入者の迎撃に当たる。侵入者？へえ、こんな辺境の塔に来る人なんているんだね。相手はネプギアだ。できるな？いつかはそういう日が来ると思っていたけど、もう来ちゃったんだ。私とて鬼ではない。儀式が終わるまでの時間さえ稼げばそれでいい。できるな？それならできそうかも。なら奴は貴様に任せた。はあ、Sシャがいる場所はまだですよ。ちょっと歩き疲れてきましたね。喉も渇いちゃったかも。私もですわ。こんなに歩くなら飲み物を持ってくればよかったですわ。じゃあこれあげる。あら、これはご親切に。ありがとうございますわ。
たくて、喉越しも良くて、美味しいですわ。口に合って何よりだよ。あ、どうしたのね、ペギア。金魚みたいに口をパクパクさせちゃってさ。知り合ったのですが、まさかネプギアちゃんが話していた別次元のネプテューヌだったなんて。驚いたでしょ。驚くも何も信じられませんわ。あの時は湯気でよく見えませんでしたが、本当にネプテューヌそっくりなんですね。けどどうしてお姉ちゃんがここにいるの？それは私が秘密結社アフィマクスの一員でネプギアたちの迎撃を頼まれたからだよ。どうしてお姉ちゃんが秘密結社にいるの？まあいろいろ経緯があってね。けどまあそういうわけだから一勝負させてもらうよ。ネプギアとは戦いたくないよ。でもこれ悲しいけどそういう筋書きなんだよね。私の番ですわね。来た来た。それ何をしようかしら。これが避けられるかしら。強くなってるんじゃない？それに巨乳のお姉さんも想像以上で褒めてくれるのは嬉しいのですが、その呼び方はやめていただけません？じゃあなんて呼べばいいの？そうですわね、可愛くレイルちゃんやベルベルなんてどうです？よし、休憩終了、バトル再開だよ。ちょっと、なんで無視するんですの？任せてください。いっけー。ごめんなさい、バカ。私だって、やるときはやるんですよ。レベルアップです。やっぱり強い。別人でもネプテューヌのだけはありますわね。ネプギアと巨乳のお姉さんも十分強いって。ネプギアもこの間よりも格段に強くなってるよね。レベルも高くなってるし、そりゃ当然か。そのメタなところもネプテューヌそっくりですわね。お姉ちゃんお願い、そこをどいて。私たちこんなところでお姉ちゃんと戦ってる時間なんてないの。それに私お姉ちゃんとなんか戦いたくない。うん、いいよ。え、私のお仕事ってネプギアたちの足止めだから別に倒さなくてもいいんだよね。それに足止めしなきゃいけない時間とか言われてないんだ。だから私的にはもうお仕事完了って感じかな。ネプテューヌ、あなた何を考えて。それじゃあまたね、ネプギア巨乳の姉さん。お姉ちゃん待って。行ってしまいましたわね。お姉ちゃんどうして。気になるのはわかりますが、今は S 社を止めるのが先ですわよ。はい、分かってます。分かってるんですが。
私以上に関係があったため割り切れないのはしょうがありませんわ。でしたらその思いごと絵数社の元へ持っていきましょう。あのネプテューヌが私たちの前に立ちはだかったということは何かしら絵数社と関係しているということですわ。つまり絵数社さんが秘密結社と何かつながりがあるということですか？私の考えが正しければですわ。だからそれを確かめるために前に進むしかありませんわね。よくここが分かったな。ランブタたちを集めて何をするつもりですの？お前たちには関係のないことだ。関係なくありません。私たちイーシャさんに頼まれてここに来たんです。なるほど。道理で携帯端末に覚えのないメールの跡があったわけだ。もう一度尋ねます。100万匹のランブタを犠牲にして何をしようとしているんですの？仕方がない、答えてやろう。魔王が幻想だった今、もはや手段を選んでいられない。私は彼女の魂が消滅する前に私の魂の器を想像しなければならない。どういう意味ですの？ならば聞くがいい。哀れな女の話を。やっと今回の騒動の真相が語られるというわけですわね。あなたが固執する理由聞き届けて差し上げますわ。かつて私は映画作りに失敗して命を落としかけた。え？映画ですの？映画だ。映画って、あの映像の映画ですの？映画ではなく？そうだ。映画って何ですの？映画ってせっかく事態の真相やそのきっかけを知ることができると思った矢先が出落ちたなんて、私のワクワクを返してくださいまし。テールさん落ち着いて、これから盛り上がるかもしれませんし、しっかり聞きましょう。映画作りに失敗し死にゆく間際、イーシャはそんな私に救いの手を伸ばした。大して仲がいいわけでもなく、どちらかといえばライバルのような私を彼女は救おうとしてくれた。しかしすでに私の体は彼女の呪文すら受け付けないほど手遅れだった。そこで彼女は禁獣を用いて死にゆく体から私の魂を彼女の体の中に移し替えたんだ。それ以来この体には私とイーシャ二つの魂が存在するようになった。だがもともと人の体というのは二つの魂が同居できるようにはできていない。当然体は負担に耐えられず徐々にだが壊れていっている。だからあなたは自分の新しい体を欲したということですのね。その通りだ。だからイーシャを死なせるわけにはいかない。まさかあなたランブタたちを使って新しい体を作ろうというんじゃありませんわよね？そのための100万匹のランブタだ。はじめは魔王がいれば肉体創生の透過交換には十分だと思っていたが、それが無理ならランブタで代用するだけだ。あなたが魔王に固執していた理由がようやく分かりましたわ。やはりソルジャーは外敵に対抗する組織ではなく魔王を捕らえるための組織だったんですわね。そう。そして
外敵もソルジャーを鍛えるための自演ですわよね。その計画にも気づいている。と、途中からだが。当然ですわ。パーツは多国製でも、本体にはリーンボックス製を示す刻印が彫られていましたもの。さすがは女神といったところか。だが、そんなこと今はどうだっていい。ヌマン、レディ。お呼びかい、エスジャー。今度は何の仕事かしら。準備はできたか。ランブタなら100万匹全部檻の中に入れといたさ。なら私はすぐに儀式の場に行く。お前たちはこいつらの相手をしろ。気づかれちゃったってわけね。オッケー、イーシャちゃんたちのために頑張っちゃうわよ。あとは任せた。どこに行くんですの。おっと、ここから先は通さないよ。なら力ずくで通していただくまでですわ。行きますわよ、ネプギアちゃん。はい、ベールさん。たとえ相手が女神だろうと、この大胸筋で受け止めてやるさ。ああいう暑苦しいのは苦手ですわ。私の番ですわね。上手に溶けんなっと。感謝しますわ。行くわよ。しているぬら。こっちもダメね。
やっぱベールちゃん強いわ。あなたたちはエスー社が何をしようとしているのかもちろん知っていますわよね。当然さ。でしたらなぜ協力するのです？それは私たちがエスー社ちゃんと同じくらいイーシャちゃんを大切に思っているからよ。もともとオイラたちはイーシャとは昔からの付き合いだったのさ。はじめイーシャがエスー社の魂を自分の体の中に入れたと聞いたときは驚いたさ。いくら口下手のくせに優しいことはいえ、禁呪を犯してまで自分の体の中に他人の魂を同居させるなんて聞いたことがなかったからね。でも彼女が決めたことだから、エスー社も含め4人で一緒に暮らしていこうと決めたのよ。けどそれからしばらくしたある日、エスー社が言ったのよ。2つの魂に体が持たなくなる日が近づいているって。それから私たちは必死で彼女たちを救う方法を探したわ。そして今の方法にたどり着いたというわけですわね。そうさ、決して長い間とは言えないが、エスー社もオイラたちのファミリー。イーシャが助けた彼女も救われてほしかった。だからオイラたちは彼女たちを救うために人の道を外す決意を決めたのさ。人の道以前にそもそも人ではないような。ダメですよベールさん、せっかくいい話をしているのに野暮なこと突っ込んじゃう。あなたたちが彼女に肩入れする理由は分かりましたわ。ですが気になることがあるんですの。なーに？彼女はエスー社はどうして体が持たないことを知ったのかしら。自分の体なんだから自分が一番よく知っているのは当たり前じゃないの。ならイーシャは何て言っていましたの？元は彼女の体なんですのよね。イーシャはそんなことはないと言っていたが、それは我慢しているだけだとエスー社は言っていた。なるほど。でしたらもう一つ質問ですわ。エスー社の魂を別の器、肉体に移し替えることを含め、その方法は誰が提案したんですの？新たな肉体を生み出す方法も、それに魔王を使うことも、代わりにランブタを使うことも、全部エスー社が言い出したものさ。けど今思うとちょっと変だったわよね。変って言いますと？彼女よく椅子に座ったまま寝てしまうことがあるのよ。で今ヌーマンが言ったようなことをエスー社ちゃんが言い出すときって必ず起きたときだったのよ。エスー社は賢い子だからきっと寝ながら考えをまとめているに違いない。けどランブタを使う方法は違ったわね。マジェコンヌとかいうのがエスー社ちゃんに提案していたわ。マジェコンヌですか？その名前、かつてゲーム業界を騒がせた犯罪神と同じですわね。そしてネプギアちゃんがゼロ次元で戦った相手とも。そうなの。だから私びっくりしちゃったのよ。けど安心して、メイクが悪趣味なだけでちゃんとした人間だったわよ。あーけどマジェコンヌちゃんと一緒に来たネプテューヌちゃんは彼女と違って見た目も性格もとってもいい子だったわよ。まさかこんなところでマジェコンヌの名前を聞くなんて。特徴も私がゼロ次元で戦ったマジェコンヌと一致します。けど彼女は倒したはずじゃ。なるほど、なんとなくつながりが見えてきましたわ。まだ推測の域を出ませんが、おそらくエスー社はマジェコンヌに騙されているんじゃないかしら。それは本当なの？あくまで私の勘ですわ。なら体が持たなくなっているというのも嘘だというのか？イーシャもそう言うなら間違いはないでしょうが、これもまた誰かに騙されている気がしますわ。なんてことだ、オイラたちは騙されていたのだ。マジェコンヌは今どこにいますの？
さっきまで一緒にいたんだが、いつの間にかいなくなったんだ。なら、何が正しくて何が嘘なのかを確かめるためにも、もう一度S 社と E 社から話を聞く必要がありますわね。お二人とも S 社のいる場所に案内していただけます？ええ、案内するわ。一緒に確かめましょう。